まあ、すごい悔しいシーズンで、もっと自分でもやれたかなと、まあ、悔しいシーズンだったと思います。去年の終わりぐらいにずっと骨折してて投げれなくて、まあ、受けるのをみんなより多くやってたんで、それは守備範囲広くなったかなとは思いますね。まあ、いい感じでバットも振れてるし、いい感じにいってると思います。やっぱりバッティングで結果残していかないといけないと思うんで、バッティングを多く振り込みたいなと思ってますね。来年は優勝できるようにこのキャンプで頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。